7から10世紀のザーブリスターンズンビールは、7世紀から9世紀頃までのザーブリスターンの支配勢力の君主あるいは、狩猟の称号。英語等では複数型にすることでその勢力自体をも、指す。ズンビールの勢力圏はザ、ザランジュからカーブリスターンのあたりであるザ、ザミンダーワルトガズニーを首都とした。ズンビールは、南エフタルの末裔と考えられており、7世紀初頭から、 サッファールアサに征服される870年まで存続した。同じくエフタルの後衛であるカーブル・シャーヒー・アサとも深い関係があったようである。19世紀頃までに欧州で知られていたアラビア語の写本には7から9世紀のザーブリスターンにおいてなる高線勢力の存在が記録されていた。他方で現状三蔵の大東西域機にはナテン人といった名称が見られ、 これら関石との比較から、アラビア語写本の語記、語源が分かった。もともとは、と記載されていたとみられる。ズンビールたちは、太陽神を信仰していた。太陽神の名前は、現状は、なと記録し、アラビア語資料は、ズーンと伝える。陰謀語族の共通素語を復元する研究では、太陽を意味する言葉が、水ヌもしくはサウイーユーと推定されている。なもしくは、 ズーンもこれらに関係づけられる。ズンビールの太陽神と他の信仰との関連を調べる研究もこれまでにいくつかなされ、ムルターンで盛んに信仰されている太陽神スーリアとの関連、チベットの盆教などとの関連がこれまで議論されてきた。ズンビールたちの信仰はヒンドゥー教シバ派との関連が強いと見られる。ズンビールたちは ザミンダーワルにある山の頂上に太陽神を祀る、社を持っていたが、この社は、ズーンビールたちがザーブリスターンを支配する前にこの地域に住んでいた、民の社であった。ズーンビール町は、カンダハール地方を250年近くにわたって、支配した。主な首都であったザミンダワルは、現在のアフガニスタンのヘルマンド州にあった。ムサカラの南方5キロメートルのところには、現在でも、 ずんを祀る神殿の一席が残っている。一部の学者は、現状三蔵が640年に訪れたという、スナギる寺院を、このず教神殿に否定している。7世紀に、西方から進出してきたイスラーム教徒は、ず教を典型的な偶像崇拝として攻撃した。653、4年、アブドゥルラフマーンビンサマラは、スイースターンのマルズバーンに、 偶像崇拝の無意味さを知らしめるため、6000人のアラブ軍を率いてザミンダワルに至った。イスラームの文献によれば、アブドゥルラフマーンらは、偶像の手を壊し、目にはめ込まれていたルビーを引き抜いた。その後で、アブドゥルラフマーンは総督に対し、偶像は悪事も善事もすることができないことをお見せするためにしたことですと述べた。これにより、 アフガニスタン南部で初めてイスラーム教が授与された。698年には、ウバイド・アッラー・アビバクラが軍を率いて、ズンビールの支配域に侵攻したが敗北した。700年頃には、あるハジャジイブン・ユースフが、ズンビール遠征軍を派遣したが、その威圧的な指示や脅迫に脅かされた将軍の、アブデゥラフマーンイブン・アル・アシュアスラの、クジャク軍による反乱を引き起こした。 ありがとうございます。